ちょっと呼び出して悪いな。本当に。びっくりしましたよ。まず、普通に呼んでもらっていいですか？電話で、なんて言ったか覚えてます？おい、ちょっと緊急だよ、つって。もう何があったかと思った。まあ、今こうやって緊急で動画回してます。これ回さないと、まあちょっとしょうがないですからね。うん、皆さん何かお気づきだとは思うんですけど、ちょっと まあ落合博満さんご本人の口からちょっと説明してもらいましょう。どうしたんですか。いやー、明日仕事でちょっとひげを整えようと思って、普段だったらお店でね整えてもらうんだけども、お店が休みだったんで、まあ簡単に自分でできるだろうと思ってやったら、ちごはごになっちゃって、収拾がつかなくなっちゃったっていう。まあそれだったらいっそのこと、剃っちゃおうかっていうことでね。なんか、まあ僕呼び出されて、行った時に、そうなるっていうぐらい、あれ、一気にガッとこの頬のところ、バリカンでググってやっちゃったんですよ。いや、こう、お互い整えながらやってたけども、片方整えりゃ片方と合わないし、片方整えりゃ片方と合わないんで、いや、これは困ったなっていうのが。だんだん細くなってっちゃったんですよね、うん、耳横のところが。ほいで、ここだけこう、残っちゃったっていう、ヤギのヒゲみたいなね。感じになっちゃったっていう。うわ、これは、なんか、大変だな、っていうことでね。ちょっとでも、もっと早く呼んでくださいよ。やっぱり、専門家は専門家だな。いや、もう、それはもちろんそうですよ。で、僕が来た時に、ちぐはぐな感じだったんで、もう一回、さらちにしたんですよね、今ね。うん、だから、これからちょっと、カミソリで。襲ってくるわ。じゃあ、一回リセットしますか、うん。はい。いってらっしゃい。はい、行ってきます。はい、襲ってきましたよ。これが字の顔です。お久しぶりです。さあ、どうしましょうか。え？クリスマス。伸ばさなきゃいけないんだろうなと思う。うん。でも、今度から、二つ、約束してください。え？髭のお手入れは、プロの方にお任せすること。はいはい。もう一つは、緊急事態だとか、おい、助けてくれって、僕を呼び出すのをやめてください。いや、当然、すっ飛んできますよ。当然、すぐ来るんですけど、もうちょっと主語を言ってもらわないと、ヒゲが今こういう風になってて来てくれって言ってくれないと、その緊急事態にもいろいろありますからね。まあね。まあ今日の明日だから緊急事態だよ。まあ確かに確かに。これ動画に撮ったっていうのは、まあ理由があって、皆さんきっとテレビでね、ひろみつさんのことを見たときにびっくりするでしょうから、サンデーモーニングでもテロップ入れてくださってますもんね。知ってます？いや、知らない。プロフィールのところに、クリスマスに向けて髭を伸ばし中、孫との約束のためって書いてくださってるんですよ。あ、そう。僕、明日、TBS の担当の人に連絡しないといけない。ちょっと髭が一回リセットされました。っていうのを、本当にプロの方に頼んでくださいね。はい。整えるのは。ケーキを半分こしたい。で、なんか意地悪な狼かなんかが、ちょっとずつ切り分けて、こっちのが大きいからパク、左の方が大きいからパクっていう、なんか、どうありましたよね。なんかそんな状態になったってことですよね。まあ、平たく言えばそんな感じだね。まあ、根が不器用なだけにな。そういう時は呼んでくださいよ。
はい、わかりました。トゥートゥーしっとりしてる。いやー、失敗しちゃってさ。うん。セットしてたら、切り損ねちゃってな。切り損ねちゃったの。うん。で、ごめんな。全然、いいよ。ここまで伸ばしてくれてありがとう。それにさ、無理して伸ばさなくていいんだよ。だって似合わないって言ってる人もいるし。え、似合ってたろ。鼻はね。まあ、また伸ばすからな。ありがとう。まあ、交互期待ください。うん。お前たちとの約束だからな。サンタさんやるよ。うん。期待しといてな。うん。前はセロハンテープで綿くっつけたもんね。今度は自前で行くからな。うん。ありがとう、おじいちゃん。はい。